皆さん、こんにちは。どうもどうも、こんにちは。前回ですね、某、ゲロニーランドのキャラクターの、ウッキーを描いたんですけど、まあ、今日も、別のキャラクター描いていこうかなと思います。で、俺はディズニープラスに入るぐらい、キャラクターがね、ディズニーの映画とかをね、見るんですけど、みんなは見る？ディズニー興味あります？どうですか？好きですか？好き？ディズニー好き？そう、いるんですよ。一人だけ。一人だけいるんですけど、他3人は多分ディズニー知らないっぽいんですよ。ちょっと、申し訳ないけど、みんながわかるキャラクター、ドナルド、トランプを変えていこうかなと思います。違うドナルド・ダック。違うよ、ドナルド・ダックね。待って。もしかしてさ、ドナルド・ダック知ってる？知ってる？知らない？ドナルド・ダック。じゃあ、ドナルド・トランプ知ってる？なんでトランプさんの方が知ってんだ？じゃあ、今から、ドナルドを描いていきたいと思います。よし、ここへ集合。あ、まあ、とりあえず俺描くか。じゃあ、ちょっとほとんどの人知らないと思うので、俺が、描きます。まずは、多分ね、特徴的なのは口だと思うんだよ、口。口を、アヒルみたいな、そう、アヒルみたいなね。ダックっていうくらいだから、アヒルみたいなキャラクターなんですよ。で、これを口として今描きました。はい。こっから輪郭をこう、アヒルっぽい感じをね、出していこうかなと思います。はい、どうでしょう？ほら！で、しかもさ、俺の色がさ、青いからさ、いい感じじゃない？ほら。待って、この口さ、オレンジの方がいい。ちょ、誰か知ってる人、ね、誰だっけ知ってるの？誰かオレンジでさ、口書いてくれな、なぞるだけでいいから。お願い。いいんじゃない。目が。あ、目繋がっちゃった。ちょっと待って。豚鼻みたいになってる。ちょっと広いところで描いてもらおうかなと思って。で、今最初にちょっと口を描いてもらってます。はい。いいんじゃない？あ、これでいいか。口だね。これで輪郭を俺が、こうやって追加していこう。もうこれだけでちょっとドナルド感が出てるのわかる。さっきよりでかいから描きやすいぞ。どうこれ。髪の毛変だけど。ドナルド好きな人にはちょっと怒られるかもしれないけど。雰囲気捉えてんじゃん。どう。なんか被った。いいじゃん、なんか帽子かぶって。なんかインディ・ジョーンズみたいな。インディ・ジョーンズもディズニーだしな。はい、完成。ついでに完成。どうですか？ディズニー好きな方。僕が描いたドナルド、これはドナルドですか？どうですか？テンパってる。テンパってる。違う？もしかして。違う？あ、俺が描いたドナルド！せっかく描いたのに！俺が描いたドナルドが！俺たちのドナルド！あー、